皆さんこんにちは、今日は立花孝志氏にガーシーへの候補者買収罪が成立するかということでお話ししようと思います。まあ、結論は成立しないということになります。で、立花氏はガーシーに選挙に立候補して当選したら3億円を払うという、まあ、約束をしたということなんですよね。で、まあ、これが、買収にあたるのではないかと言ってる人がいるみたいです。で、また、立花氏はガーシーの除名後に、山本太郎氏と黒川敦彦氏を離党させて、候補者名簿から削除したということになります。その結果、斉藤健一郎氏が、まあ、繰り上げ当選したということになります。で、この2人に離党させるにあたって、2人にその言う通りにしたら、お金を払うという約束をしたんですよね。まあ、これも買収にあたるのではないかと言ってる人がいるみたいなんですよね。で、これは条文を確認すると、いずれも成立しないんですよね。で、実は私自身しばらく前にこのガーシーとそれから山本氏、黒川氏についてのお金のやり取りの約束ですよね。ガーシー氏にはそのうち2億円を渡したとか、そういう話も聞いたりしますけど、こういうのについて買収とかが成立しないかと思って公職選挙法を確認したんですよね。で、その結果、これは成立しないなということで、企画がボツになっていたんですよね。で、最近みんな同じことを考えた人がいたみたいで、成立すると言ってる人もいるみたいなんで、ちょっとコメントで、質問があったので動画にすることにしました。で、加えて事後買収とか言ってる人もいるみたいなんですけど、それも成立しないということになります。早速、条文を検討します。公職選挙法223条の1項の1号と2号をコピペしております。この緑の部分は別の話になります。で、3号があって、2項以下もあるんですけども、それは関係ないので省略しております。でですね、この抜き出した範囲では、次の各号に掲げる行為をした者は、犯罪になるという、条文なんですよね。で、まず1号で、赤色の部分がガーシー関係になります。で、この青色の部分が、山本氏と黒川氏関係になるんですよね。で、まず簡単な方の青色の部分から検討したいと思います。まず、この1号の犯罪成立するには、で、この、第221条第1項第1号または第2号に掲げる行為をした時ってあるんですけど、たくさんの行為がね、ずらずらって書かれているんですけど、その中で今回関係があるのは金銭の供与の約束をした、お金を払う約束をしたことなんで、ここはお金を払う約束をした時っていうことになって、ここは実際約束をしてるっていうことなんで当てはまるんですよね。じゃあこの当選を辞させる目的を持ってという目的があったかっていうことなんですよね、立花氏に。でですね、実は公職選挙法上当選の辞退という制度がないんです。だから当選を辞させる目的というのもありえないんですよね、そういう制度自体がないから。ということで、この当選を辞させる目的を持って当選人に対しているという部分は空文、空という漢字に文章の文と書いて空文、つまり何の意味もない文章ということになって、つまりそもそも成立することはありえないっていう、意味のない条文になっております。というわけで、2人について、これは立花氏には成立しない。
で、まあ、こっちも同じなんですよね。で、まあ、その事後買収っていうのはこっちはその例えば、まあ、制度自体がないんですけど、その、ま、当選を辞退させる前に、当選を辞退させようという思って当選を辞退、したらお金を払うよとかいう、だからその当選を辞退する前に、買収してるから、まあ普通の買収罪なんですよね。でこれはまあ当選を辞退させた上でその報酬の目的を持ってお金の払う約束をするっていうことで、まず実際に辞退をさせて後から約束するっていうことで、こういうのを事後買収っていうんですけど、まあこれもそもそも当選の辞退っていう制度自体がないから、まあ成立することはありえないということになります。というわけで、山本太郎氏と黒川敦彦氏に対してお金を払う約束をしたことについて、まあ、このね買収罪は成立しないということになります。では赤色のガーシーに関する部分なんですよね。でまあ、つまり選挙に立候補して当選したらお金払う約束をしたっていうんですよね。でここなんて書いてあるか、公職の候補者たること、もしくは公職の候補者となろうとすることをやめさせる目的を持ってって書いてあるんですよね。はい、公職の候補者たることっていうのは公職の候補者である、つまりもう立候補の届け出をして候補者になってる人に対してそのまあ届け出を辞退させる目的なんですよね。公職の候補者であることをやめさせる目的でっていうことなんですよね。でこっちは公職の候補者となろうとすること、だから届け出前ですよね。俺は立候補するぞって思ってる段階でそれをやめさせる目的で、でまあそのどっちにしろ立花氏が、ガーシーに言ったのは立候補して当選したら、だから立候補をやめさせる目的は全くないんですよね。立候補させようとしてたからなんですね。実際に立候補もしてるということで、つまり、ここに当てはまらないから、まあ後の検討をするまでもなく、まあ、この部分も成立しない。でここも、公職の候補者たること、もしくは公職の候補者となろうとすることをやめたこと、ガーシーが実際に、まあ、候補者の届け立候補の届け出後に、立候補を取りやめたことはないし、その届け出の前に候補者になろうかなと思ってたけどそれをやめたっていうこともないから、この赤色も、まあ当てはまらないから、つまり こっちも成立しない、つまりガーシーについても候補者買収罪は成立しないということになります。でですね、まあこれがまあ候補者買収または当選人買収についての検討なんですけど、買収というとまあその基本的な一番そのポピュラーなよく聞くのは、こっちの221条1項1号がまあその買収のまあ本家本元になるんですよね。じゃあこっちは成立するかっていうと、まあ一定の目的を持って選挙人または選挙運動者に対し、また金銭の支払いの約束とかね、まああれこれをすると、まあ成立するのが買収罪であって、この選挙人に対するのを投票買収と言います。で、こっちの選挙運動者に対するものを運動買収っていうんですよね。で、まずその山本氏と黒川氏は、まあその繰り上げのためなんで、そもそもその投票に関してとか、まあ、選挙運動に関し対する報酬としてお金を払う約束では全くないので、まあ、こっちは成立しない。でガーシーの場合は、まあその投票に関してそのお金を払う約束をしたわけではないですよね。でまあその選挙運動に対してそのお金を払う約束をしたかというと、まあ
実際その選挙運動をした結果当選して、その当選に対してまあお金を払う約束をしたっていうので関係がありそうなんですけど、選挙運動とそれから当選自体とはやはり別のことなんで、当選に対してお金を払う約束をしても、その運動に対してお金を払うとかいう話ではないので、運動買収にはもう当たらないということになります。というわけで223条221条の買収に関しては成立しないというのが私の結論になります。というわけでご視聴ありがとうございました。